沖縄の要望に満額回答した安倍政権ですが、この中にはアメリカ側との協議の行方次第という項目もあり、課題は山積しています。中継です。はい、昨日の会談を受けて防衛省では早速2つの作業チームを立ち上げて、沖縄の負担軽減に向けた具体策の検討に入ります。米側との話し合いは重要になります。私の方からもこの問題については日米の中でしっかり話ができるような環境を作っていきたい。1つ目の作業チームでは、普天間飛行場の5年以内の運用停止やオスプレイの訓練のおよそ半分を県外で行うことも検討します。もう1つの作業チームでは、牧港補給地区の全面返還が7年以内となっていることから、前倒しに向けた準備を行います。さらに日米地位協定の改定については、環境面での新たな条項についてアメリカ側と交渉します。しかし、いずれもアメリカとの交渉がスムーズにいくかどうかわからないだけでなく、来月の名護市長選挙もあるため、一筋縄ではいきそうにありません。